お花紙で作るミニサイズのポインセチアです。葉っぱのお花紙を2つに折り、8等分の屏風折りにします。16折りの型紙半分を使うと早く簡単にできます。それを真ん中で半分に切り、さらに半分に折ります。折ったところを小さく三角に切り落としたら、端は角のところから45度に切り落とします。これと同じものをもう一つ作ります。クリーム色のお花紙でも同じように作ります。こちらは少し小さめに作りたいので、角から5ミリくらい入ったところから45度に切り落としてください。これでワンセットです。5センチぐらいのワイヤーをクリーム色のお花紙の中心にかけ、ぎゅっと引っ張ってねじります。緑のお花紙には15センチぐらいのワイヤーと12センチぐらいのワイヤーを引っ掛けて、ぎゅっと引っ張ってねじっておきます。指先にクリームをつけながらお花紙を広げていきます。これを2枚に分けていきます。くっついているところがありますので、そこは破って根元まで開いてください。クリーム色ができたら緑色も同じように開いていきます。一番ワイヤーが長い葉っぱの真ん中に糊をたっぷりつけて、クリーム色のパーツを間に挟み込みます。ギュッと貼り付けたら、また糊をつけて真ん中にお花紙ボールを3つ貼ります。ワイヤーをまとめて根元の部分を2センチほどフローラテープで巻きます。ワイヤーが短い方の葉っぱをここに挟み込んで、まとめてフローラテープで巻いていきます。一番下まで巻いたら出来上がりです。赤いお花紙を使うと赤いポインセチアもできます。実物大で作ったものと比べるとこんなに大きさが違います。これをラッピングしていきましょう。イグサロールを使っていますが、オアシスの方が手に入りやすいでしょう。金色のフィルムで巻いて、そこにポインセチアを刺していきます。ポインセチアは奥が高く手前が低くなるように刺しましょう。これにリボンをかけます。リボンはフラワーベースより少し上のくぼんでいるところに結びます。とっても可愛いミニポインセチアが出来上がりました。